俺は今悩んでいる。店に入るべきか、入らないべきか。なぜならこれからこの店で起こる惨劇に気づいているからだ。4月18日、それは1年に一度の俺の誕生日。西山から相談を受けたことはこれまで一度もない。おそらく今から俺のサプライズバースデーパーティーが行われる。めんどくさい。実にめんどくさい。おそらく店に入っても誰の姿も見えない。そしてしばらくすると明かりが消える。やはり、ん？そこにいるのは西山か？下手くそめ。こっちは片付け忘れのイージニス。とりあえず気づいてないふりするか。西山いるか？来たぞ。さあ今だ。電気を消せ。よし。ハッピーバースデー。鶴岡おめでとう。鶴岡おめでとう。おめでとう。ありがとう。レイ、なんだその格好。クリスマスじゃないぞ。びっくりしたっしょ。ウェイ。季節外れのバカサンタにな。ありがとう。じゃあ早速ですが、今日誕生日を迎えた鶴岡に1年の抱負を発表してもらおうと思います。俺の目標はお前のそのくだらない発想をこの世からなくすことだ。まあそうだな。みんなと今年もバンドを続けることかな。いいこと言うなお前。うえ。しょうがなくだ。ほう、飾り付けもしてあるのか。レイと飾り付けたんだけど、やっぱ雰囲気が大事っしょ。ちょいちょい誕生日と関係ないものがあるのはお前の仕業か。改めて誕生日おめでとう。ありがとう。鶴岡おめでとう。お前はクリスマスを何だと思っている。鶴岡、俺からはこれだ。お前は一回いろんな人から怒られた方がいいな。じゃあ火消そうか。わざわざケーキも手作りしたのか。これに関してはスルーでいいな。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア鶴岡、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。まあこういうのもたまには悪くないか。君は夢を秘めた小さな種火、あの日へ焼き付いた憧れ、胸に上に上に心を焦がし、あと一歩が踏み出せる、くすぶる日々、叶いやしないやって諦めてないか。今はピカピカの夢がいつかカピカピになっちまう前にやってみないか。あと先はと先だ先を
チャンネル登録、高評価、ツイッターとインスタグラムのフォローもよろしくね。お祝いコメントも待ってるよー。